はい、おはようございます。すすきの YouTuber のたまさまです。今回はですね、今年もまた、たまざっぷ始めます。まあ、一冬越えて、ですね、2016からね、またちょっと、緩んできたのかなと思うんで、はい。またね、改善した、方法で2017からはタマザップ2017と称しまして、はい、ダイエットしていきたいと思います。タマザップなんですけども、とりあえずですね、まあ今日が6月の末なんで7月1日からね始めていきたいと思います。それでダイエットなんですけども、こちらですね、まあ自分がねこう過去の経歴で言うとですね、僕はなんでダイエット始めようかなと思ったかっていうと、僕の店ですね、まあ今で今年で11年目になるんですけど、まあそのね去年まで10年目で、自分でね店をやり始めてからすごいお酒を飲んでね、まああと年もあると思うんですけどはい、太り始めちゃって、それまで本当にすごい、まあ、ガリガリっていうか、まあ、174センチの身長で58キロぐらいだったんですけど、まあどんどんこうね増えてって、最終的にはトップがまあ78だから20キロ増、はい、だったんですね。はい、20キロ太るって結構すごいことだと思うんですけど、まあ生活習慣から見てもやっぱり夜中にね起きて、まあ夜中飲んで、まあ、ほぼ毎日のように飲んで、で帰りにお客さんとねこうご飯食べて帰ってすぐ寝るみたいな、もう太る典型の生活をしてたんですよ。まあ夜中のね11時からのこう美容タイムっていうね、こう細胞がこうね入れ替わったりとか、そういう時間に睡眠できなくて、かつ毎日お酒を飲む、はい、で寝る前に食べるっていう、この3つだけでね結構もう生活習慣がすごい崩れてしまうので、なんかもう太っていく一方なんですよね。でやっぱりなんか太ってもまあいいんですけど、なんかそのやっぱり太ることがねなんかやっぱり病気につながったりもしやすい年齢なんで、医療費をかけるんだったらちょっと努力してみようかなって思ったとか始まりなんですけどね。はい、でやっぱりダイエットってものをすごい研究していけばしていくほど、やっぱりダイエット、まあ、イコール痩せるなんですけど、まあ痩せるイコールまあ健康みたいな、まあ痩せるっていうのはなんか痩せすぎじゃなくてね、自分の、適正体重に近づくっていうのは、まあ健康を目指すっていうことに近いのかなって思ってます。はい、そしてなんかその中でこう自分でいろいろこうネットとかでね調べて、まあやった結果2016までに、最終的にはまあ10キロ減で、はい、68まで行きました。でまた最近ちょっと70代にね戻ってきちゃったんで、はい、ちょっと改善して、はい、さらにいい方法でダイエットできないかと思って、今回また新たに7月からやってきてます。はい、ダイエットなんですけど、やっぱり調べるとコツがあって、なんかそのリバウンドしちゃうのもね理由があるし、まあ夜のねその生活の人ってやっぱりそういうの悩むと思うんですけど、夜生活をただのこうダラダラと続けるとやっぱりねみんな太っちゃうんですね。若くてもなんかやっぱりお腹出ちゃったりとかね、まあホステスさんとか特になんかそういう食べる飲むみたいなね、なんか同伴してお酒飲んで、まあラストまでアフターやったりとかだと1日2食がね結構豪華だったりとかするとやっぱりね太りやすかったりはすると思うんでね、皆さんいろんな努力はしてると思うんですけど、まあ僕なりのこうそんなにね時間をかけずにできる形でやっていきたいと思います。僕の、トレーニングのメニュー、は目標ですね、はい、体幹トレーニングを10分、ストレッチを10分、筋トレ30分、有酸素運動を30分、ね、でストレッチは10分、
まあ、この順番で行くのが理想みたいなんですけど、この方法で、まあ、僕は有酸素運動、まあ、ランニングはちょっとね、1時間ぐらいやってたんですけど、まあ、そこはそのままでいいかなとは思うんで、あと、その筋トレとかはね、こう30分に凝縮して、部分部分でね、例えば今日は腕を鍛えますとか、今日はお腹鍛えますとか、今日はね、背中背筋鍛えますとか、今日はこう足を鍛えますとか、そういう、上半身、下半身でまたね、分けてやっていきたいと思います。僕のやってるダイエット方法みたいな、まあいろいろあるんで、まあ全部を毎日はこなせないと思うんですけど、まあ予備知識としてなんか皆さんのお役に立てればと思うので、はい、下のね、概要欄のところになんか項目別にリンクしておきますので、よかったらね、見てみてください。で、7月からのダイエットね、こう、効果もちょっと結果を言いながら、はい。まあ、まとめて1週間とかね、まあ、1ヶ月でこのぐらいになりましたとかね、まあ、そういう報告ができながらやれたらいいなと思ってます。では、タマザップ2017、お楽しみに。また。